アルバンク大学です。本日は人気の真珠ポーチの新色をご紹介します。真珠ポーチ皆さんご存知ですか？ポケットだけ分離したようなアイテム、これがすっごい人気なんですよ。で、どうやって使うか改めてご紹介しますね。ちょっと伸びる素材の布がついた本当にポケットなんですよ。で、磁気干渉防止シートがついてます。これがこういう感じで入るポケットなんですね。この裏にはシールがついてますということで、 iPhone の、裏にシールを剥がして貼っ付けるアイテムなんですけど、 iPhone にこういった背面用の強化ガラスだとか、こういったツルツルしたケースであれば、そのケースやプロテクターの上から貼ることができます。なので、これを貼るために、背面を守るためにつけている強化ガラス、プロテクターとかケースを外す必要はありません。じゃあ今回は強化ガラスの上から貼ってみますね。貼ります。角っこ合わせて、もうこの貼る位置は好みなんですけど、私はこのリンゴが見えた方が嬉しいので、できるだけ下寄りに貼ります。ズズズ見た、こんな感じ。横から見るとこんな感じ、ちょっと分厚くなりますね。で、ここに先ほどの磁気干渉防止シートを挿してから、IC カード、パスモですを入れると、 iPhone はお財布携帯のように使える IC カード付き iPhone になります。結構これ伸びる素材なので、カード1枚だけじゃなくて複数ポーチの中に入れることができます。ビヨーンと結構指とかも入ります。普段イヤホン派の方はイヤホンケーブルを畳んでこの中にしまっておくこともできます。今回真珠ポーチは新色ということで、落ち着いた色合いの多めのカラーバリエーションが用意されています。今回これがバイオレットで、それ以外にちょっといいやな感じですけど、ゴールド、もっと明るい色が好きな人用にもさらに明るい色のピンクだとかライトブルーといった新しいカラーが追加されました。これ以外にもブラックだとか深い色の赤といったカラーバリエーションもあります。ぜひ気になった方は概要欄から新色の真珠ポーチをチェックしてみてください。エガクでした。アップバンクムービーをご覧の皆様、こんにちは、エガクです。アップバンクムービーではスマホが楽しくなるグッズやアクセサリーを紹介しています。特に私はスキャナーやタッチペンなどマニアックなグッズを紹介しております。こんな紹介動画を見たい方はチャンネル登録よろしくお願いします。